ということでね、始まりました。いや、やってきました、ね、この時が来ましたね。やってきましたよ。今まで2回やった企画なんですけど、マッチョはモテるのかっていうね企画を、まあ、前回好評だったんで、もう一回やっていこうかなってことで、今日は全然違う大学の方に来ました。はい。で、前回と一緒、この写真、このガリガリ、細マッチョで、マッチョ、ゴリマッチョで、まあ検証していこうかなと思います。それではお姉さんたちに来ていただきました。ありがとうございます。今からね、3つ質問するんで答えていただきたいと思います。まず1つ目が、その今自分磨きでなんか頑張ってることとかあったら教えてください。お姉さん、2月に国試あるので勉強頑張ってます。国試、はい。何の試験ですか？検査技術科学専攻で。臨床検定。難しいよ。じゃあお姉さんは？はい、私は遊ぶことです。おお。いや、でも大事よ、めちゃめちゃ大事。大学生のうちにしかできない。今暇だもんね。今暇です。じゃあ2つ目いきます。2つ目が、その僕たち結構筋トレしてるんですけど、男性の筋肉の部位でなんか好きなところとかあったら教えてください。あ、もうダントツで、あの、ふくらはぎ。おお。なんか今日というか、意外と人気っすね。皮腹筋ね、皮腹筋。はい。理由とかあります？なんか理由っていうか、普通にサッカーしてる人のふくらはぎです。あー、俺？確かに。なるほど。じゃあお姉さんは？は、あの、股関節の上のこのくぼみ。あ、なんかこのそうです、パンツの上ぐらいの。そうです。なるほどね、結構今日マニアックなの多いですね。ということで3つ目なんですけど、その異性に求める理想の体型みたいなの聞いてまして、今から写真見せるんで、はい、どれか選んでいただきたいです、はい、でこれなんですけど、番号が1234になります。で、一斉のおでっていう、はい、一斉のおでで答えていただきたいと思います。はい、決まりました。決まりました。じゃあいきますよ、カメラに向かって、はい、一斉のおで1、2。おお。マジ言ってる。はい、1、2 1番ゴリマッチョ。じゃあまずお姉さん、1選んだ理由。なんか見た目が綺麗。あー、つきすぎ、つきすぎず、なんか線はちょっと、はい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 、やだあるみたいなね。で、お姉さん、2選んだ理由、初めてやる。ふざけてじゃないっすよね。ふざけてじゃない。ふざけてじゃない。そうだね、普通ガチムチというか。マジっすか。はい、めちゃめちゃびっくりしたっすね。びっくりしたね。まさかこのインタビューでこの2番選ぶ人が出てくるなんてね。なんか初め今日この写真選ぶ人ないから消すかみたいな。選ぶ人いないから消すか、消すかとか言ってたけど、残しといてよかったね。よかったね。唯一。ちなみに3番どうすか。もういいです。まだちっちゃいですか。いや、そうですね。まあまあまあ、大丈夫だと思います。大丈夫。僕もカーということでね。ギリ、はい、ギリカーっすね、はい、ということでお姉さんたち今日はインタビューありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ2組目のね、お姉さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。今から3つ質問するんですけど、まず1つ目が、今自分磨きでなんか頑張ってることみたいなのあります？お肌のケアとか、はいはいはい、髪質のケアとか、ね、ああ、なるほど。なんか女の子っぽいですね。女の子、はい、ザ女の子、ザ女の子ですね。じゃあ今2つ目なんですけど、僕たち筋トレしてて、男性の筋肉で好きな部位みたいなのあります？胸筋。胸筋。おお。なんか理由みたいなのあります？やっぱ一番男らしい部分を出せるところやなって。おお、確かにそうっすね。やっぱ胸筋大事やね。大事やね。じゃあ3つ目、今から写真見せるんですけど、その中でなんかどれが一番異性に求める体型というか、自分が好みの体型4つあるんですけど、選んでもらいたいです。この中なんですけど、1,2,3,4 で番号振ってます。3番。これですか。3番。うえー、3番。お、来ましたね。来ましたね。僕です。初やん。やば。理由みたいなの聞いていいですか。守ってくれそうな感じがすごくいいなと思って。なるほど。なんかこの1番がめちゃめちゃ人気だったんですけど、これはどうですか。ちょっと細いかな。ああ、ちょっと細いんですね。じゃあこのぐらいが、このぐらいが一番いい。すいません、質問以上になります。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ続いてのお姉さんたちに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。おーす。で、今から3つ質問するんですけど、答えていただければなと思います。まず1つ目が、今その自分磨きとして頑張ってることって何かあります？
少し前までは、はい、週3ぐらいでランニングを。おお、健康的。めっちゃ健康的っすね。はい、それぐらいですかね。ランニングがマラソン大会とか出たりする？いや、そんなそれはない。街の中適当に走るだけなんで。なるほど、はい。じゃあお姉さん。あ、私も少し前まで、はい、なんか朝早起きして歩いてました。おー、ウォーキングを。やっぱ健康的っすね。なんか朝活動すると、はい、いいっすよね、朝活。はい、そうです、朝活で。お姉さんは？私はあまり運動してないんですけど、今は、はい、今国家試験近いから頑張って勉強してます。国家試験？なんすか国家試験って。気になる。なんの？なんの？今週末に、はい、あのお医者さんの。えぐいじゃない。えぐいえぐい、やっぱ大学でも賢そうなオーラ出てましたもん。出てました、出てました。なんか2つ目3つ目の質問聞きがいありますね。うん、もう俺ら脳筋やから。脳筋やから。ちょっといいっすか、じゃあもう2つ目いっちゃって、はい、2つ目がその僕ら筋トレしてるんですけど、この男性の筋肉の部位でなんか好きな場所みたいなのあります？お姉さん。ここです、三角筋。おお、よう知ってんだ。おすごいっすね。じゃあお姉さん。私普通に腹筋が。ああ、結構王道っすね。そうですね。お姉さんは強さ乳突筋が好き。ここらへんか。難しい。めっちゃわかる、めっちゃわかる。あ、でもなんかでも首の筋。はい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 。なるほど。じゃあここも鍛えないといけないですね、僕たち。頑張るか。頑張るか。クライム君、鍛え方勉強しといて。ちょっと勉強しとくわ。で、3つ目なんですけど、今から写真を見せるんで、その中でその異性に求める理想の体型聞いてるんですけど、答えていただきたいと思います。これなんですけど、番号が1234で。結構極端。極端だ。1234で、一斉のでって聞くんで、はい、そのタイミングで番号カメラに言っていただきたいと思います。はい、決まりました。はい、じゃあ一斉ので。1。おお、全員1。細マッチョっすね。細マッチョ。そうなんです。これが細マッチョなんです。これ間ぐらいが。あ、そうですね。これガリガリで、これが細マッチョで、マッチョゴリマッチョみたいな感じなんですけど、なんか位置選んだ理由みたいなのあります？理由、バランスとか。ああ、これとかはちょっとつきすぎみたいな感じです。硬そう。努力してる。硬そう。そう。ちなみにこれが僕なんですよ。すごいですね。それで聞いてたんですけど、全然あのいなくて。すいません。いや、全然全然。男の人にモテます。確かに。男の人にモテます。確かに。はい、ゲイとかに。ああ。そんなこと言うな。はい、すいません、じゃあ1番がタイプということで、はい、今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。勉強頑張ってください。ありがとうございます。はい、続いてのお姉さんに来ていただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、じゃあ質問3つしてて、はい、1つ目の質問いきます。はい、お姉さんが何か自分磨きで、まあ、してること頑張ってることなんかあれば教えてください。はい、自分磨きで頑張ってることは、はい、あ、英語をできるようになりたいなと思って。いいですね、はい、スピードラーニングとか出ない。聞いて、はい、聞いて、電車で聞いたりしてます。で、次2つ目なんですけど、はい、僕たち筋トレしてて、はい、男性の好きな筋肉の部位などあれば教えてほしいですね。筋肉の、はい、あの腕のなんか荷物持ったりした時のここになんかピキッてで。おお、なるほどね。なるほど、前腕ということ。前腕ですね。3つ目、異性に求める、好きな理想の体型みたいなを聞いてて、ちょっと写真見せるんですけど、はい、この4つから1234から伊勢ので選んでほしいんですけど、伊勢ので、はい、はい、なんか決まりました。はい、 OK ですか。はい、じゃあカメラに向かって言ってください。伊勢ので1。おお、多いですね。なんか選んだポイントみたいなのありますか？選んだポイント、はい、いや、ニートさんは怖いなって思ったので。怖い、怖いんですね。怖い、ちょっとつきすぎててちょっと怖いなっていう。はい、はい、なんか自分がそんなに体に気を使えないタイプなんで。あ、そうなんですか。こうやって気使ってるとなんか あの自分も頑張んなきゃいけないのかなって思っちゃうので。はい、逆に4番がダメな理由とかあります？4番、細いな。あ、頼りないな、みたいな。なるほど、なるほど。すいません。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。
いということで。うるせえ。うるさい今日も。うるせえ。いやもう日も暮れてますけど。どうでした。いやなんか地域によっていろんな特性が見れて面白いねこれ。面白いね。面白い。なんたって今日。2番と3番出ましたからね。初出場ですよ、3回目にしてね。え、特に2番なんてねやばいっしょ、あの子結構プロレス好きみたいで。あ、そうね、プロレス好きらしい、うん、なんでゴリマッチョがタイプだったらしいんですけど、まあ、そういう子が増えてくれるとなんか嬉しいね。やっぱりでもクライム君3番って選んでくれてどう、嬉しかった。いやもう嬉しいっすよ、お姉さんね。お姉さんに、そう、お姉さん感ありましたね。そう、お姉さん感ある人に、はい、ね、嬉しかったよね。嬉しかったっすね、素直に。もうびっくりして反応困りましたけどね逆に想定外の、想定外でした。ということでね、今回も、マッチョはモテるのか企画やってきました、またね皆さんやってほしい企画あればぜひコメント欄にお願いします。うちの大学来てほしいっていう人もね教えてください、はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。